cancan.jp をご覧の皆さん、こんにちは、元々いろです、今回はですね、3年半付き合ってる彼女との休日をちょっとミニドラマみたいな感じで、そういうシチュエーションで、撮影をさせていただきました、なかなか面白いシチュエーションですよね。はい、皆さん妄想しながらそれぞれいろいろ楽しみながら見ていただけたらなと思うんですけども、目玉焼きをちょっと作るシーンがありまして、ちょっと不慣れなもんで、その目玉焼きの作り方、卵の割り方が、非常におかしいとスタッフさんにいじられました、そこら辺もぜひ、ちょっとチェックしながら楽しんでいただけたらなと思っております。ということで、ぜひ堪能してください。それでは楽しんでください。ねえ、一緒に住まない？ダメ？